もこんばんは。本日も第3弾ピアノレッスンがとっても簡単、ああ楽ちんになるコツをお届けいたします。読譜が難しい、平音記号が難しくても大丈夫なんです。簡単なコードを覚えて、コード奏法で楽しく弾き歌いができるとピアノはとっても楽ちんなんです。 C コードの基本形はドミソですが、第一展開はミソド、第二展開はソドミとなります。ぜひ良い子の皆さんも簡単なコードを覚えて楽しく弾き歌いができるととっても楽ちん、ああ楽ちん。泳げたい焼きくんからずんどこぶしまで簡単にちょちょいのちょい弾けるようになります。 C コード F C オン G7平行調の異端調もあお楽ちん、 Am 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 と調調シャープ一つでと調調、そしれが基本形です。 C コード Cヘ調調も基本形はファラドです。ファラド C7 展開してラドファ、ヨドの和音を2度の第一展開に弾くこともあります。ぜひ皆さんコードネームの基本を覚えて楽ちん弾き歌いができるとずんどこぶしからたい焼きくんまでちょちょいのちょい簡単に弾けるようになるのでござんす。 C コードも C マイナーなのだ、なんてぐらいではないか。C のサスボー C のサスボー C のマイナー C のドーディメント、なんと C7 とは。何かがひたひたと近づいてくる、なんとトンサンドの響きです。Cセブン、 C マイナーのセブンです。 C マイナーのメジャーセブン、ぜひ良い子の皆さんも簡単なコードを覚えて楽ちんピアノにしましょうね。ゆめるん。
簡単なコードで引き歌いができるととっても楽ちん。たい焼きくんからずんどこぶし。覚えてね。ルート音コードもとってもシンプルよ。C、N、G がルートの音を下げてみます。F、N、C とは N、C だからルートの音を5で取ります。ドハラになります。G、N、Bは B の音をルート、C の音をルートにとり、G だから C にします。これはとっても簡単です。A マイナー音 C もルートの音が音 C だから、ドミがドミラになります。ぜひルート音コードを覚えて、簡単でルート音コードやコード奏法で弾けるとピアノもとっても簡単です。C7 音 G とは、C7 はドミソ C フラットでソの音をルートにとります。ソシド、これが C7音 G になります。奏法にルート音コードも覚えることでピアノアレンジも身につくんです。後ろ向きで猫踏んじゃったも弾けるようになります。目隠しして子どもたちと音当てクイズも楽しくなります。子どもたちというのは秋の来るのも本当は早いのです。子どもたちも集中力がなかなか続かないのが現状です。先生と音当てクイズ、後ろ向いて先生が弾いた音を弾かせてみる、もしくは先生聞いとってんな、はーい、今何の音弾いたかな、うん、今のはドミソかな、などと音当てクイズも楽しく取り入れて、出来たね体験も味わうことができます。練習曲が難しいときは、コッケンだけで曲を作ってみてください。ピースの選んだ
実は本当にいろんな曲が作れるんです。組曲風の曲、食べたおやつや好きなキャラクターの曲も自由に楽しく。明日も講座期待くださいね。